止まるよう呼びかけるも近づいてくる大きな黒い動物。野生のクマです。近くには大勢のスキー客も。鼻の上に雪を乗せ、こちらを覗いたり、寝転んだりと襲ってくる様子はありません。しかしこのままではいつ襲ってきてもおかしくない。そう思った男性は、自らがおとりになるため坂を滑り出した次の瞬間、クマは大きな体を揺らし、こちらめがけて猛ダッシュ。諦めずにこちらへ向かってくるクマ。男性も懸命に滑ります。下に降りていくと、慌てて逃げ出すスキー客の姿も。ついに目の前に。すると体力が尽きたのか、クマは急ブレーキ。森へと帰っていきました。地元警察によりますと、今年ゲレンデにクマが現れたのは2回目。温暖化の影響でクマが冬眠から目覚めるのが早くなったことが、ゲレンデに現れた原因だとしています。